これ起承とはいつだ？あれ覚えてますよ。ガオガイガーだ。だそれこそ90あれが7年だから15年前ですよ、ね。うわもうそんなになるか。そんなになります。うわびっくり。これねびっくりなんだよ。ガオガイガーっていう現場でガチャッと入ったらすごいね頭の大きい人がいるの。髪の毛ボーンって、アフロや。アフロの声優がいるって言ってた。アフロだったんですか。そうなんですよ。当時は21人ぐらいでね、まだ駆け出しの芸歴だって1、2年ぐらいやってるかやってないかぐらいで、うんうん、とにかく目立たなきゃダメだと思ってて。すごい。なんかね、そう。で、なんか違う方向に行っちゃって、で、アフロにしちゃったんですけど、思い切りがすごい。9ヶ月ぐらいアフロの時期があって、その間もうほとんど仕事がなかった。だってそのアフレコ現場ってみんなわかると思うけど、アフレコ現場ってほらみんなでこう画面見ながらこうやってやるじゃん。そうするとまあ後ろ出番ない人は後ろ座ってるわけですよね。あの椅子にで喋るやつがマイク前に立ってって俺がマイク前に立ったら檜山信之さんにおめえ邪魔なんだよ。画面が見えないんだよ。確かに見づらいわな。見づらいね。